菅原伝えの肖像写真。菅原伝え昭和12年5月9日は、明治から昭和時代前期の政治家。名は、スタウとも読む。星徹の配下。文久3年、道の国東大軍に、菅原大助の次男に生まれる。大学予備門を経て、帝国大学に学び、明治19年都米、パシフィック大学に学ぶ。在米中自由党に加盟し、 1887年にサンフランシスコで在米日本人愛国同盟会を結成、帰還し第19世紀を発行。同会は米国オークランドで政治活動を行っていた山口熊野らのグループと菅原らサンフランシスコの日本人留学生が結びついてできたもので、やや遅れてヒューガ・テルタケ、井上平三郎、井上慶次郎らが参加した。 メンバーの多くは反政府の過激派であり、政治亡命の性格が強かった。亡命中の孫文の支援と米国に圧迫されているハワイ王国在住の知人の支援にハワイへ渡る。ハワイでは関約移民が終了し、その事業を継承する民間移民会社がホシトールのハイからによって設立され、菅原も同志のヒューガ・テルタケとその一つ。 広島海外渡航会社を1891年に設立し成功、移民の預金を扱う京浜銀行も保守派により、設立され、菅原も関わった。朝鮮を視察後、1895年に帰国し、明治31年、衆議院議員に当選。大正13年、加藤公明内閣で海軍参与官に就任。この間、新聞、19世紀。 人民を発刊。昭和12年5月9日死去。75歳。ありがとうございます。